松本山雅吉の田中丸十一です。お久しぶりですね。久しぶりだと思います。今回松本山雅の商品があるんですけど、それを紹介しようと思って動画撮ってます。まあ、紹介するって言ってもね、僕ねこれいただいたわけではなくて自分で買ったんですよ。これドン、松本山雅 FC オフィシャルトレーディングカード。いやーすごい、丸さん、わかるわかる、君の気持ちもわかるよ、君の気持ちもわかる。これね、8000円するんですよ。僕これ買わせていただきましたね。あの皆さんね、あの僕これもらって紹介してるわけじゃない、僕これ自分で買ったんでね、1泊400円買ってほしいなと思います。これね、僕のねサイン入りカードも入ってるらしいんですよ。これ当たればなと思いながら開けていきます。まあね、山形の選手なんでみんな知ってるんで楽しみですね。開けていきます。はい、ということで開けていきたいと思います。中どんな感じなのかなと思って思いまして、とりあえずもう全部出そうか。ドーン、ふわー、すごい。1個400円なんですけど、その中にサイン入りのカードがあればすごいなっていう感じですね。直筆なんでね、ちゃんと書いて1枚1枚書いたカードなんで、それは当たるように願いながら、まあ自分のカードが出たらなと思ってます。ということで開けていきましょうか。うん、いきますよ。はい、ドン。あ、マナト、マナトですね。マナトはね、うん、僕にね出すパスほんま一流、一番うまいんちゃうかな。あのサイドにいる僕に出すボールバシーンっていつも、まあ、紅白戦とかでもつけてくれるんですけど、それをつけるボールこのチームで一番うまいと思ってますわ。うん、やっぱフィードがうまい、まあ、シュートもうまいですけどね、フィードがうまい、ロングフィードがうまいと思ってます。もうぴったり、マジで紅白戦いつもぴったりで出してくれる俺のとこで、俺のとこがそれで攻撃仕掛けれるし、非常にいい選手。ドン。あ、山口和真、カズマですね。まあ最近ね、やっぱ膝すごい怪我してたんで、まあ、治って、まあまだ本調子じゃないかもしれないですけど、内転筋強いからシュートの力、威力すごいですね。お前練習からも分かるんですけど、あとはまあ周りとのコミュニケーションがもう少しあっていけばもっとすごい選手になるんちゃうかなと思ってます。はい、次行きましょう。はい、河合シュートですね。河合シュート、まあ僕と同じ年なんでね、うん、同じ年なんで分かるんですけどね、まあサッカー中ね、なんか俺と全然喋らんのにプライベート一緒にご飯食べた時とかめっちゃ喋るんですよね。なんなん、ロッカーでも喋れよ俺と。うん、まあまあまあ喋ってますけどね。うん、そんなことでね、まあドリブルに長けた選手ですね。うん、いつもねこっち琉球、沖縄にいた琉球ね、沖縄の琉球 FC 琉球っていうチームにいたんで、これ暑いのに慣れてるんですよね、こいつ。だから長野県で暑いなーって、俺ら暑いなーってタンクトップ着てる時もこいつ長袖着てますわ。どうしたん、体感温度おかしなってんねん。ということで次いきます。ゲンタのキラ、ゲンタのキラやん、ゲンタのキラキラやん。ゲンタがキラキラですね。まあ、ゲンタはねアグレッシブで、どんどん前に行くっていう姿勢がすごい素晴らしいと思うんですけど、それと同時になんか巻き臭がうまい、そのイメージありますわ。なんか巻き臭うまいんですよ。次いきます。ゴールゲッター、かわいいシュート。またかわいいシュートかい。おういけますか。はい、ドン。はい、ドン。あ、見えちゃった。あ、どん。アユム、アユムですね。アユムは、高卒ルーキーなんですけどね、最初らへんからずっと試合出てましたね。スタメンで出てることも多くて、ということでアユムめっちゃ速いんでね、もう速さが売りですね。まあ、前田大然選手が一番今山賀でね出てきた中で速いと思うんですけど、まあそういうパワフルっていうか、パワフルな走り方っていうか、どっちかっていうとちょこちょこちょこっていう速さですね。うん、また違う速さがあります。でもめっちゃ速い。うん、これからも期待です。はい、あ、ドン、ドンですね。ゴ・ドンミン選手ですね。ドンちゃんね、はい、めっちゃね大きかったんでね、手術受けたんかな、手術受ける前は大きかったんですよ、ほんま。体重がなんか10キロぐらい減ったって言ってたんで、今これシュッとしてる時のドンミンですね。ドンミンはね僕にね挨拶をね、朝からねしてくれるんですけど、そっからね帰るまで20回ぐらいされるんで、うん、たまにねほんま芝居だろうかなと思う時あります。はい、なんじゃけど、おもろいやつなんで、しかもね、もう日本語ペラペラ。うん、で、壁の時、紅白戦とかでね、壁の、あれの時、もうちょいもうちょいって言うね。もうちょっとって言うやん、普通。外国から来た選手って、日本語を覚えたてやったら、もうちょっとって言うはずやねん。もうちょいもうちょい、もうちょい右、もうちょい右。いや、もう日本人やん。喋り方日本人やでっていう話ですね。はい、次行きましょうか。あ、ハイさんですね。ハイさんが、これは、開幕戦の試合か、ハユさんですね。まあ、ハユさんがいると締まるっていうのはほんますごい分かります。だから今はねちょっと怪我の調子も
良くないのか、あ、膝の調子か、膝の調子も良くないのか、早く治ってほしいなと思ってます。でもやっぱハユさんがいるとなんか守備のスイッチっていうのはみんな入ってるなっていう時がほんまあるんで、それはすごいなと思ってます。まあ、皆さんがハユマ選手とか言ってるけど、僕からしたらハユさんで呼びますからね。皆さんが田中ハユマ選手とか言ってるけど、僕は呼ぶときハユさんで呼んでますから、すいません、皆さんすいませんね。ということで次いきます。絵画の何この走り方、絵画これテーピングまみれどうした、テーピングまみれどうした、これベテランの足か、ベテランの足やん、もう足太い、松本氏のロベカルやん、ちょっちゃうな。彼がね、あの天皇杯でも点決めましたね。まあ、アグレッシブな姿勢がすごい良くて、まあ、僕はウィングバックで、あのなんかあの天皇杯で琉球戦かな、アシストした時もあいつは中に飛び込んでましたね。まあ、飛び込む能力はすごいですね、ほんま。パワフルだし、あと点決めた後なんか高校の時はバク転してたらしいですよ。すごくね、それ俺もしたかった。次いきます。はい、ゴールゲット、ゴールゲット、富山。なんでゴールゲットは富山なの、もっとおるやろ。富山クロスちゃう、どっちかというと。あ、点決めてるか、2点ぐらい決めてんか。うん、まあ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 許したろうか、まあ許したろうって感じですね。なんか最近前髪ちょんって、なんか前髪をちょんって染めてますね。カズ君の影響かな、逆にカズ君がちょんしなくなったんですね。はい、まあ2個ぐらい開けようかな。さてドン行きましょうか。はい、ドン。あ、宮部ですね。あ、宮部は何でもかんでもね、もらおうとします。いろんな人のね、何かいらん、あ、これちょっといらんなーっていうもの、服とかもそうですし、なんかいろいろあるんですけど、それをもらおうとします。すぐこれいらんな、どうしようかな、欲しいっす、すぐ言うね、もう買え自分で。あとはね、まあ、サッカーでいうと1対1強いですね。はい、で宮部は得意なんで、まあ、試合でも見たら分かると思うんですけど、1対1止めてる場面よく見ますね。まあ、これからも期待です。まあ、プロ初ゴールも決めてるんで、これからも期待です。はい、次いきます。あ、いつきですね。いつきは最近ゴール決めましたしね。もう元から、もう最初から、シーズンの最初から、こいつパワフルだったんで、ヘディングがめっちゃ強いし、あと前からのチェイシングすごい追ってボール取ったりするし、すごいね、なんかメンタルは強いと思います。ずっとメンバー外れてたけど、それでも全然やり続けてたし、前半メンバー外って走りのメニュー多いんですけど、それでも1番2番いつも取ってました。1番2番争うのは、まあ、絵画とかで、いつき、あとはトシ君、まあ、どっちかというといつきとトシ君がすごかったですね。いつもめっちゃ速かった。それを見てると僕らもしっかり走らなあかんなっていう気持ちになるし、まあ、元から走る気満々ですけど、もっと頑張らなあかんなと思うような感じになりましたね。やっぱそういうところも姿勢がすごいいい姿勢でしたね。だからゴールにつながったと思います。次いきます。はい、国友選手ですね。これ髪の毛長い時はね、僕はね、髪の毛長い国友の方が好きなんですよ。皆さんどうですか。なんか短い髪の毛の国友も見てると思うし、長い時の国友も見てると思います。でも僕はね、昔から国友が点決めてる時、もう目までかかってるぐらい髪の毛伸びてる時が多いと僕は感じるんですよ。だから これぐらい前髪かかってると、あ、なんか冷静沈着なストライカーっていうイメージあるんですよね。うん、だからちょっと伸ばしてほしいなって個人的には思うんですけど、なんか切りたいらしいですね。はい、どういう話してんの俺。アイムのキラーキラキラリーン、アイムのキンナキラリーン。オウ、ゴールゲッターの、あ、1位やって、あ、やって、これ俺にやったんじゃん、これ俺にやったんやと思うねんけど、どうなん、なんかロングシュートこれ決まんちゃんとか言って、絶対打ったら入るからって言って、1本目ボンって打ったら入ってん、これ町田戦やと思うねんけど、それで俺の方ガーンってやってくれたって言ったけど、ほんまはどうかわからん。次いきます。あ、トウキですね。トウキ選手はね、刈り上げがね、すっごいんですよ。もうここの髪の毛がないねん、たまにね、忘れてくんねん、どっかに忘れてくる、ここの髪の毛がない時あるの。どうしたらそこ、もうこんないけんのっていうぐらい剃ってる時あります。あと、トキはトキタって言われることが多いと思うんですけど、トキダらしいですね、これ DA、彼は DA です。トキダ、DA。だから、ハイタッチ、試合行くときに、みんなハイタッチするんですけど、行けよ DA! DA! とか言われたりしてますね。何人かに。ねえ。はい、次行きます。
あ、トヨくんですね。トヨくんはもう昔からね、めっちゃ点取り屋のイメージあると思うんですけど、なんか最初の辺あんま点決めてなかったんかな。で、久しぶりにゴール決めた時かな、その時めっちゃ僕もなんか嬉しかったですね。それは覚えてますわ。膝から滑ったんちゃうかな、あの時。覚えてる気がする。間違ってたらやばいよ。次いきます。ヨネですね。ヨネは、あの、細いランキング2位です。次いきます。みやびん、みやびんはキラ、キンキラリン。こうキラの場合、また違う写真だった。カゴくん見えてるやん、一番下に。一番下、カゴくんの顔見え、ま、真面目な顔見えてもうたー。次、ゆうやん。ゆうやんはね、白いこのヘアバンで、フォルランでも意識してるんですかね。前世紀のフォルラン意識してるのか分かんないですけど、どこかの試合、決勝ゴール決めた試合、ロスタイムに決勝ゴール決めた試合見てほしいと思います。もうベイルより速かったと思う、マジで。スピードスターすぎてびっくりしました。ベイルより速かった、絶対。決めた瞬間めちゃめちゃ速かったからね。これもともと速いんですけど、ゆうや、もともと速いんですけど、めちゃめちゃ速かった。で、こいつ阪南なんで、富山と山口阪南で一緒なんです。今まで山賀に阪南いなかったんで、からかぶってたみたいですわ。ちょっとね、あのクールな感じで言ってたらしいんですけど、富山と山口来て阪南でめちゃめちゃちょけてたやんってバレて、あいつなんかちょけてますね最近ね。って言ってます。はい、ということで次いきます。あ、稲福ですね。稲福さん、稲福さんは細いランキング1位。稲福めちゃめちゃ筋トレしてるんで、筋トレっていうか筋トレと体幹めちゃしてるんで、こっからどうなるかっていうのを楽しみにしておいてください。あとは、紅白戦とかでも、ね、たまにね、真ん中独走したりするんですよ。たまにね、すごいすごいプレー出すし、で僕にもアシストしてくれたり、非常にポテンシャルはあるんですけどね、まあ、まだ今試合には絡めてないという、まあ、これからの期待ですね。ゴールゲッター、トヨ、ゴールゲッター、トヨ、ゴールゲッター、坂野。これちゃう？決めた。俺が覚えてんの。久しぶりに点決めて、膝から滑ったやつ。俺覚えてんもん。最近思うんですけど、最近ね、横の刈りが甘い。横の刈り、これね。横の刈り具合が甘い気がする。もっとビシッと決めてたから。うん。まあコロナであんまりいけないっていうのもあるのかな。髪型もね、ピシッとしてるイメージもあるんで。この人めっちゃ点取るんで、今年もっとね、頑張ってほしいですね。マジで、まあ、ボールがね来たら決めるよっていうオーラは感じますから、ね、頑張ってほしいじゃないんだよ。お前が頑張れ。今この映ってるお前、田中パウル選手、お前が頑張れ。おう、ということで次いきます。カコー、カコー、カコくんね、非常にチームのチーム思いで、チームの、まあ、なんかあったことっていうのは全部ね知ってますね、カコくんがね。カコくんはチームの誰かが頑張ってるっていうのを全部見てるし、うん、悪いところは伝えてくれるし、非常に頼りに先輩ですわ。バーリでかいからね、この人。体脂肪もめっちゃ低くて、村山選手、村くんもそうなんだけど、体重めっちゃあんのに体脂肪めっちゃ少ないね。もう意味わからんアスリートやねん。もうアスリートの中のアスリートの体してるから腹立つ。ちょっとぐらい体脂肪分けたろうかなと思ってます。マナトはマナトええか、もう言ったから。カズマもええか、言ったしな。シュート、これもう全く一緒のメンバーじゃん。おお、トシマ、トシマおったんかい。トシマ何してんねん、トシマ。トシ君ね、ご飯連れて行ってくれた時ね、トシ君あんま食べへんのかな。で、富山と俺を連れて行ってくれたんですけど、俺はまあご飯並で、まあ大盛りで足りるんですけど、僕は富山って大盛りじゃ足りないんですよ。だから、あの、トシ君とご飯行って、僕は大盛りで足りたんで、まあ、ありがとうございます、お腹いっぱいですって言ってたんですけど、富山はお腹いっぱいですって言いながら、もうそわそわして、まだご飯食べれるから、そわそわしながら、あの、ご飯会終わりましたっていうエピソードもありました。で、トシ君ね、ベルディ行きましたけど、ベルディでまた頑張ってほしいなと思います。まあ、前会った時元気でしたね。あ、ガンチ君です。これ何なの？マスコットって書いてますね。ガンチ君はね、ライチョウをイメージさせたこのガンチ君ですね。ライチョウね、山の上の方を目指すと言われてる、あ、ライチョウですね。ライチョウは頂きを目指すって弾幕があります。はい、まあ、それを、まあ、僕はアウェーで試合しに来てる対戦相手として、ここにあの山のアルウィンに来た時からもうあのイメージがすごくあったんで、もうライチョウ、僕らももうちょっとね、心に思ってプレー臨まなくちゃいけないですね。俺ちゃんと喋れてる、うん、っていう感じです。もっと頑張らないと。はい、ということで次いきます。あ、前ちょんまげ高幸選手ですね。
ちょんまげめちゃめちゃ長いですね。で、風呂上がりね、プレデターみたいになってますわ。後ろになってね、髪の毛ブワーなってるんで、プレデターを、あの、シャワーから出てきたとき、うわーって、プレデター現れたと思ったら、前高行きやった。あと、あとあれ、あの、前って言ってんのに、前高行き言ってんのに、こいつ、ほぼ後ろおる。前って言うなじゃあお前お前お前ドン。あ、トシ君、トシ君はね、ほんまもう毎日毎日自分を追い込んでたと思います。それはね、もうメンバースタメンの人たちは多分知らんと思うな。僕はメンバー外になることが多かったんで、まあ、この人がおらんかったら僕頑張れてないなと思ってます。この練習メンバー外の練習、まあ、それぐらいね、非常にその背中で僕らになんかメッセージをくれてたっていうか、そういう選手です。まあコロナでなかなかご飯行けない中、まあ僕らも何回か一緒にご飯食べる機会があったんですけど、まあそういうのを連れて行ってくれたり、ありがたかったなと思います。で、今愛媛ではね、試合出てるんで、ね、まだあの、まあ、僕らは試合することはないですけど、まあ頑張ってほしいなと思ってます。いつも気になりますね、はい、っていう感じです。はい、次、豊島、豊島はもう説明した。ののさんのキラですね、これ。ののさんはね、非常に体が硬い。当たるとね、こう鋼鉄かっていうカチカチなんですよね。なんか柔らかさの上に強さがあるとかじゃないんですよね。ガッチガチ、キャンキャンじゃない、カンって感じ、カンカンって感じですね、はい、そんな感じです。はい、次いきます。カコ、カコがええや。神田君、ショーマ、ユース上がりですね。高卒のユース上がりで、ショーマいるんですけど、ショーマはね、あのシャワーのとこで、まあ、冷静クールなタイプなんで、声とかテンション上がった声とか聞いたことないんですけど、なんか誰かがね、水かけたんですよね。なんか誰かが水をいろんな人にブワーってかけてて、みんなが冷た冷たってなってたんですけど、冷た冷たってなってるとこを神田にかけたら、ヒャーンって言ったのを俺思い出しましたわ。ヒャーンって言うねん。一人だけ冷たーとかじゃないねん、冷たーとかみんな言うと思うんだけど、じゃなくて冷水かけた時に冷たーって、ヒャーって言ったのを思い出しました。ごめんなさいね、もっとあるんですけどね、すいません。次、下川くん、これ髪型どうしたん。橋くんとウリ二つやで、これパッと見橋くんやん。橋くんとウリ二つやで、これ。下川ね、すごい、運動量多くてアップダウンできるんですけど、スリーバックの時でもね、対応できてましたね、前期だから。ボールを持てる選手っていう感じですね。で、こいつはね、なんかずっと笑ってんですよ。こいつ妙やわ、妙、マジで妙。あと、あの、選手写真あるじゃないですか、見てください。一人だけめちゃめちゃ笑ってる、妙やわ、妙。下川妙やん、下川妙太。この子のね、子供めっちゃ可愛い。あ、村君ですね、もうこの髪型がトレードマークって言いますか、この髪型を真似したサポーターの方もいますよね。まあ、それぐらいね、トレードマークなんですけど、でも、まあ、村君すごいね、声出すし、声も背中を押すような声が多い。だから、まあ、前向きなっていうか、まあ、それが、まあ、当たり前っちゃ当たり前かもしれんけど、きつく言ってもそれを前向きに捉えさせるっていうか、お前何々しろよ、何々できるんだからもっと何々しろよっていうね。なんかお前もっとそういうプレーできるんだから何々しろよっていう、なんかマイナスには聞こえないんですよね。プラスになるような声を、すごい声ですね。で、キープのセーブもね、すごい。アウェーで僕らも試合したことあるんですけど、ブラ君とその時もね、めちゃめちゃ何回もセーブされた思い出はあります。セービング能力もあるし、まあ、声の質もすごいですね。次、うん、ゆうやくん、何回出るんですか、ゆうやくん、僕出してくださいよ言うて、次、ドン、はい、トヨー、いやー言うて、もうええわ。おうということで、半分やりましたけど、サイン入りが出ないね。何枚入ってるか知らんけど、っていう感じです。まあ次の機会でね、あの皆さんが好きな選手が出るかもしれません。もう出たかもしれません。1泊400円になります。5枚入りです。まあ僕はこれを買いましたんで、皆さん、これあいつなんだよ、もらって俺たちの分がなくなるじゃねえか、まあ思うかもしれないですけど、僕買いましたんで。なかなかね、僕も買うことないんですけど、そういうの買ったことないんですけど、山川はやっぱサポーターの方多くて、グッズっていつも売り切れるって聞いたんで、
やっぱこれは買わなくちゃいけないなという、またねこれ前半とこれ前期後期ということで数はちょっと違いはありますけど、僕自分が出るまで頑張りたいなと思います。では次まで会いましょう。バイバイバイ。